はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカリミテッドヴィンテージスバル360、スバル60周年記念モデルです。はい、しっかり見ていきます。このモデルはスバル60周年記念モデルのスバル360です。ボディカラー自体は全体的にベージュだね。でフロント周り見てみると、ヘッドライトはクリアパーツでできてます。でボンネットのこの部分にスバルのロゴが入ってるね。でボンネットから上を見てみると、ルーフの部分にスバル60周年、ここに記念のロゴが入ってます。で横から見たらこんな感じだね。こういう窓ガラスの枠のところのモールの部分もちゃんとカラーリングされてるんだね。で後ろの方はこんな感じだね。こういうエンジンフードのところもしっかり加工がされてあるね。で運転席側はこんな感じになってます。このフォルムが可愛いんだよね。でルーフの部分はこんな感じだね。ルーフの部分は全体のボディカラーと違って茶色だね。そこにスバル60周年のロゴがプリントされてます。でタイヤの方はサスペンションがついてます。ホイールとかもすごい可愛らしいね。で後ろのこのエンジンフードが開きます。で後部のエンジンフードの中を開けるとこんな感じだね。すごく中も細かく作られてるね。ちゃんとカラーリングの塗り分けもされてるね。で内装の方もしっかり作られてるね。ハンドルはベージュだけど、ダッシュボードとシートはブラウンになってます。でよく見たらこのドアノブって前方の方についてんだね。ここの部分が釣り元になってるのかな。こっちからこっち向きに開くんだね。で裏の方はスバル360/64:1のスケールになってます。はい、同じ車種のスバル360並べてみました。でグリーンの方は非売品のトミカだね。でこっちの方が60周年記念のモデルになります。もうパッと見大きさが違うね。っていうのは1/64と1/50の違いかな。でこのグリーンの非売品のトミカも形が可愛らしいなと思ったけど、やっぱりこの1/64のスケールで作るともっと可愛く感じるね。でちなみにこのトミカの方はこのボンネットというかトランクなのかな、この部分が開閉します。で通常のトミカと比べてみてもこんなに大きさが違います。スバル360の実車自体がコンパクトなんだよね。だけどこのクラウンパトロールカーは1/69で1/64だからスケールはよく似てるよね。で今の時代の車は全長4メーターを超えてきてるから、すごくこういうモデルがコンパクトで可愛いね。で箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージにスバル360のイラストがプリントされてて、ここにスバル60周年記念って書いてあります。で横の方はこんな感じだね。ここだね、後部のエンジンフードが開閉しますよって書いてあるね。で箱の中はこんな感じだね。スバル360の本体と、ここにアルミのようなプレートのスバル360/60周年記念のプレートがついてます。でスバル360の概要書がついてるね。全長は 2990mm、 3m ないんだね。はい、今日はトミカリミテッドヴィンテージのスバル360、スバル60周年記念モデルを紹介しました。でちなみにこのトミカリミテッドヴィンテージは2500円以上するので、作りもすごく細かくできてるね。でこの60周年記念モデルはこういうアルミのプレートもついてるから、コレクションするにはすごくいいね。でまたこれからもこういったコレクションにおすすめなモデルを紹介していきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方お願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。